西武ライオンズ、試合前に檄を飛ばされた結果。西武の応援団が試合前から異例の檄を飛ばした。球場でオーダーが発表された後、左翼スタンドの応援団が選手の応援歌を順に歌うのが恒例。その前に、気合を入れろ、ライオンズ、とコールした。気合を入れろ、ライオンズ、はチームが完敗濃厚となった試合の終盤にコールすることはある。15日の試合も0-4でリードされていた9回にコールしていたが、試合前に出るのは極めて異例。交流戦でも4勝13敗と振るわず2年連続最下位が確定し、リーグ戦では19勝43敗で5位オリックスに 10.5 ゲーム差をつけられているチームを鼓舞した。ドラマもなくあっさりマダックス。ルーキーにマダックスされる球団。鍋が送り出す選手がとことん期待を裏切るのくさ。石田よ、大きく羽ばたけよ。西武打線相手だから参考記録だぞ。ほとんどのファンに笑顔なし。無四球完封マダックスおめでとう。今週2回目のマダを。追い風20メートルの参考記録ってどこか。よし、新人にプロの厳しさを教わったな。リーグ戦に戻ったら連続完封負け記録作ってほしい。今日だけじゃなくて3試合27イニングずっとしらけてたわ。交流戦18試合で25点しか取れなかったぞ。どのレベルの投手なら打てるんか。ファンが泣いています。セリーグ交流戦は西武とだけ18戦やりたい。